外にまで愛された少女。性愛に触れてからというもの、まるで長い旅を終えてきた後のように、幾重にも成長していて、輝きを具現化したかのような、慈愛にあふれる女神のごとき微笑みは、全ての現在でさえも抱擁するように。少しだけ大きくなれたのかな。この国を守っていくにはまだちょっと頼りないかもしれないけど。ミラー集荷の城に歌声が響く、花と水の咲く地上の楽園に、
遠い国の人々にも希望を与えたという。